始まりました。しゅうちゃんオートです。本日ですね、3日間開催の川口オート最終日ということでですね、森選手が優勝戦に乗っかってね、復帰後初優勝、あと700勝をかけてですね、最終レースに挑みます。森選手しっかり走って優勝やっちゃいましょう。はい、ということでですね、今日も7レースから最終レースまでやっていきたいと思いますので、どうぞ最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。さあ1本目の7レースです。ここは2番の静雄選手ね、失踪から気配良かったね、復帰してから頑張ってます。静雄さん、ここは頭でいっちゃいましょう。川口最終日、頭取ってください。さあ行け。スタートしました。20m 線はインコースから外を牽制しながら、3番の高橋祐一が飛び出して、大外から5番の丸山、丸が行った。うわー、マジか。宍戸を乗り込んで、さらには先頭の古谷までかわしていきました。目の覚める速攻戦は丸山博信、古谷はややコーナー大回り、経済コースから宍戸、そこまで行ったか。宍戸さん頑張って。来るのは芝山信行、先頭は丸山、2番手宍戸幸雄、3番手小林大輔。芝山信行はインコースから突破口を見出しました。3、4コーナーダメだ、崩れた。思い切った突っ込みを見せた3、4コーナーのカーブ。7番の押下も上位争い加わってまいりました。残りは4周回。いや、丸ちゃん頭が出た。芝山信行、3番手小林、本当思想が悪くて悪くて、なんでここまで。もうスタート早いからね、行けなくはないけど。ていくのは小林大輔、芝山が受け止める。先頭は丸山博信だ。芝山さん今調子あんまり良くないですよね。一発いけないもんな、この辺が。そこにつけ込もうとしているのは押した勇気を接近した4番手の位置。この内がなかなか入れないんじゃないか。さあ、行った。突進見舞いました。久しぶりに行った。先頭芝山に変わった。丸山は挟まれた。外から小林大輔の前に勢いが良さそうな。残りは2周回。先頭は芝山に乗って小林の体勢になりまして、エンジン力ではなくなっちゃった。芝山以上のものが小林大輔になります。3番手は押した雪を、4番手にお役石井大輔上がってくるも、まだまだ距離があります。先頭芝山に待って小林大輔、押したガイドを割ろうとしている。残り1周ブルーフラッグ、芝山先頭だ。2番手小林大輔、久しぶりじゃない。芝山さん頭までいけんのこれ。内を締める芝山に、外から攻めていく小林。3番手は押した雪を、最終コーナーに向かっています。トップは芝山、2番手小林、内側から押した。芝山さん久しぶり、おめでとうございます。芝山が制しました。中野も人気上位です。さあ8レースですね。ここは5番の川原選手ね、スタートからドーンといって、もうさばきでさばきでさばきで頭まで行っちゃってください。川原さん、スタートしっかり頼ません。スタートしました。 30m 線のスタート争い、ほぼ3選手を越し線、後ろからまだか迫りますが、 30m 3選手はスタート残しちゃった。内越さん、松井山とは叩かれました。
先頭は助さな響き、しっかりスターター残してハンデ差を保って1周3コーナー、打ち越しはさてがんかって3番手に島田がつけています。そして塚本浩二、そして中野正則、競争は2周目入ります。軌道に乗りました助さな響きが先頭です。2番手打ち越しがついていけない状況の周回、3番手島田、4番手川原、外まで攻めてくるのは中野正則、5番手の位置。4コーナーを立ち上がりまして、残りは4周回、ペースをどんどん上げていく助さな響きが先頭です。2番手打ち越し、3番手島田、4番手5番手川原という体勢になりました。おお、2番手を狙った島田は入りきれない、外から活路を開いていきました。5番の川原が3番手の位置、さらには6番の中野もこの争いに参戦です。もうダメだ、1着目は遠いわ。さあ1コーナーで打ち越しを刺しました。川原が2番手に上がっています。ただ先頭は助さな響き、独走状態、ご覧の大差をつけています。もうこうなったしゃあない。もうこれはしゃあない。ここで少しをかわして3番手に上がってきています。川原と中野もうこうなるのか自滅するのかどっちか、うん、それがもうしょうがないよね。2級者の場合は2番手川原、3番手が中野正則、少々立ち上がり滑りました。もうここを頑張った助さな選手、もうおめでとうです。2番手川原が後続を離し始めております。4コーナーを立ち上がりまして、ブルーフラッグを今通過しました。ラスト1周回、助さな響きが先頭です。独壇場になりました。一番人気に応えるレース、ご覧の差をつけています。話した素晴らしい。中野正則3番手、最終周回第4コーナーを今元気いっぱいに立ち上がりました。助さな響き、助さな選手おめでとう、初勝利。さあ9レース、ね、ここにいるはずではなかったね、後帝池田正和、今日はしっかり頭凝っちゃいましょう。最終日特別一般戦第9レーススタートしました。判定ゼロのインコース、ホンダがポーンと出しました。ホンちゃんインスタート切ったな。 10m 線は吉田優也をまくっていく春本、最終ハンデから山田池田の順、篠崎は最後方からの競争になりました。先頭ホンダ、下平2番手の位置、外から攻めるのは春本、中段では今日は早そうだぞ。すぐ後ろまで池田正和が上がっています。最終半から池田が追い出し投球を握りました。競争は2周目に入りました。先頭ホンダ、2番手下平とゼロ戦の2人が先頭番手、3番のここにつけ込んでくるが5番の春本、そして4番手吉田優也を指したのは池田正和であります。序盤から順調な滑り出し、今4番手から前を狙いますが、さあ春本さんもいった。さあ正和早めに行かないとポンちゃんが早いよ。先頭は1番ホンダ、ホンダを追い上げる1番手はここで春本になりました。下平3番手、同期の池田正和が下平を捉えてバック側では3番手に上がってきています。さらには2番手の春本に迫ろうとして池田正和、4コーナーを立ち上がりまして、残りは3あと3周やったらもう届くべ。2番手は春本、池田正和3番手、さあ2番手3番手の距離が縮まってまいりました。トムバック側ではその差はちょうど1車身差まで池田正和が接近です。先頭ホンダ、さあ切り返しなか、春本、池田正和が切り返しの体勢を、うわダメだ、なかなか切り返せません。残りは2周回終盤戦、前の3選手距離が縮まった、わずかにホンダ先頭だ。春本2番手、池田正和3番手、池田もなかなか仕掛けられません。先頭2番手の距離も縮まって、ホンダを射程に捉えたが春本2番手滑って、タイヤがいっぱいだ、もう一度差が開いてしまいました。さあ残り1周ブルーフラッグで春本が動いて、ホンダを捉えました。春本綾人が先頭に立っています。今度は3番手から池田正和が切り返して2番手に上がっています。先頭は春本、まだまだ距離があります。最終コーナーに向かいまして、先頭は春本、追いすがる池田正和、最後受けてくるんですが届かないか、きつい。
さあ割りに割れた10レース、ここは4番の浅野選手、こちらを狙ってみました。スタートしっかり、あとは足もしっかり。さあ浅野さん頼ます、頭で選抜戦スタートしました。ハンデゼロ度はインコースから佐々木が伸びてこい、赤堀が足を伸ばしていきますが、浅野さん行け、佐々木が先頭を取りました。そして10メートル線、うわー広瀬だ、一番右に匹敵するタイムを出した谷川勝田がスタートは行きませんでした。広瀬、浅野、さらには谷川という外枠からの枠なりになりました。10メートル線最終ハンデも8番の岩田が先手、レーサー2周目入っています。浅野さん行ったと思ったのに、浅野をさばいた谷川勝田か、先頭は佐々木、2番手には赤堀がつけています。3番手しかも広美来てるし、終わった。4番手に岩田広美、今4コーナーでは4番手まで上がってまいりました。谷川5番手の位置、残りは4周回です。佐々木が飛ばしています、赤堀も離れません。3番手5番の広瀬正光、そして8番の岩田広美がこの上位3選手に間もなく追いつこうというレースの中盤戦です。足場あると思ったんですけど、1番の佐々木がトップであります。カーブでは若干差を詰める赤堀でありますが、直線では突き放していく佐々木がおります。残りは3周回、年落ち花独走、これも考えたんだけど、必ず後方から追い込んでくる影山新、谷川を捉えて5番手まで上がりました。おっとバック側では2番の赤堀が少々滑りました。こうなると5番の広瀬にチャンスがありそうか。4コーナーの立ち上がり切り返そうとしましたが、いやこれこのままだよ。残り2周回終盤戦、後方からはさあ岩田を捉えた影山新、指定の対決であります。今4番手争い、さらには広瀬のインコースまで影山新が並び込んでまいりました。これは2番手争い、7番の影山新が狙う気満々だ。わー、新ちゃんの2着は変えないな。影山が怒涛の追い上げを見せて2番手で上がっています。さらには広瀬が3番手、さらには先頭の1番の佐々木にまで迫りくる影山新であります。先頭は佐々木と新ちゃん、最終4コーナーで追いついた影山、しかしここから追いついて前まで行けるかどうか。いや、どうしよう、おめでとう。スタート勝負の11レースでございます。ここは相馬選手ね、なんとかインコースからスタートでね、これ行ってくれるかな。相馬くんどっちかというと外のが得意だから、頼む相馬くん行って。先行争いは福田勇樹、下がりましたね。相馬からは5勝、そして深谷というところもいいポジションであります。さあかましてくる5番の深谷が新村の前で上がる勢い。1周3コーナーではここは新村を叩いた深谷が2番手の位置、先頭は福田勇二、追って2番手が深谷、3番手に新村という体制で競争は2周回目に入ります。さあ回り出してからの新村の動きにも注目。4番手には五所淳、後ろからは7番の山島慎介、一周インコースを狙いましたがまだ入りきれません。福田裕二の主導権です。深谷が2番手からここで台頭してくるか、いやいや滑った。今度は3番手から新村義行がフォローしてやります。先頭2番手3番手、この辺りは接近戦。先頭福田裕二、2番手は5番の深谷光、足色で目立っているのは3番新村義行、前の3人一塊、深谷が仕掛けるか。さあどうか、トップを狙いますがまだ続けない、なかなかいけんよ。福ちゃんの運指うちはなかなかいけんよ。先頭2番手が繋がっていまして、新村も実に行きにくいシチュエーションであります。さあ前の3人どのようにして動くのか。車は新村君が一番抜けんな。この状態が続いていくんでしょうか。福田裕二の粘り、さあ体勢を作る深谷光、ここも入りきれない。そこから新村義行のまくり、残りは2周回終盤戦です。2番手は深谷光がキープしています。再三最終打ちを狙っている深谷でありますが、外から今度は3番新村アプローチ、先頭は福田裕二、2番手に深谷光、開けてくる新村義行、残り1周ブルーブラック。さあ深谷の外から新村の強襲でありますが、受け止める深谷が2番手をキープしています。先頭福田、2番手は5番の深谷光、3番手が新村義行、最終コーナーに向かいまして、先頭は2番の福田裕二、深谷、相当から直線伸びる新村義行、2番手が並んでゴール。
ました。10月上旬の怪我から森克幸、さあ最終12レースですね。ここは森くん、スタート前食っちゃおう。そうすればもうあとはビクトリーロードだけ。スタート全集中で森こい。スタートしました。最終半は森がウィリーしました。うわさまじか。コースアウトを切りまして最終半から先手を取っています。ハンデゼロは吉田浩二が行きました。ついで2番の平川博康、10メートルから4番隅翔太郎が3番手。ここでマスターの内を攻めるのは6番阿部強してやります。森子追って頑張って、さらには福村を総合からかました森勝之。競争は2周目に入ります。この1コーナーではマスターまでパスしました佐藤玲。前にはまだ4人のライバルがいます。逃げるのは吉田浩二、2番手平川、3番手が隅翔太郎、4番手阿部強の外を攻めようという佐藤玲。ここは冷静に切り返すのか。森勝之も来ているぞ。前が混んでる、前が混んでる、まだチャンス。3番手2番手争いがかなり混雑するような状況になりました。マスターさん早くパスして。それでもその内をついて、さあ隅まで捉えました佐藤玲が。うまく車群をかき分けながら今4番手あたりまで上がってきています。その後ろから森勝之も迫る。やや滑った佐藤玲、残りは3周回転あります。最終半の2人が現在4番手5番手の位置。森君頑張って。阿部が2番手に攻め上がる。阿部強が2番手に上がった。3番手が平川博康、佐藤玲4番手、森勝之は5番手の位置。吉田浩二が逃げる、吉田浩二が逃げる。2番手阿部強、残るな。3番手は8番の佐藤玲という体勢になりました。さあ逃げる逃げる吉田浩二、2番手は6番の阿部強の体勢だ。3コーナーから4コーナーに向かいました。最終半の2人はまだ中断だ。8番の佐藤玲ももう力は増していないのか。残り1周ブルーフラッグ、吉田浩二が逃げる、吉田浩二が逃げる。2番手は6番の阿部強、前輪かかった佐藤玲、滑りながらも滑らせながらも最後は2番手で上がった。わ最終コーナーに向かっていますが、先頭は吉田浩二、ライバルに影をも踏ませば走りで1年。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いやー浩二さん早かった、素晴らしい引っ張りでした。そしてね、影も踏まさず、ずっとね頭で、影も最後ぶっちぎって優勝でございます。おめでとうございました。森くん残念だった、レイくんも残念。はい、ということでですね、私の成績は、聞かないでください。はい、ずっと連敗してます。はい、いどこまで続くかね、これがね。もう森くんの連勝よりも僕の連敗の方がもうずっとついております。皆さんほっといてください。はい、ということで、明日から浜松オートですね始まりますよ。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。最後のお願いです、ぜひ皆さん、こんなチャンネルですがチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです、チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。